リリオオンン師師匠匠のここんにちは、はい、こんににちちはははい本日頂い,いた質問はですね、うん、前に上げた動画についてその感覚的な部分のお話でございます、うん、この方の質問が、うん、自分が使い込んだルアーを投げている状況で 40メーターや80メーター先の目視できない状況で、ルアーの背後に魚がつくのを感じ取ることができますと。うん、でそれに応じて、こう合わせのタイミングを測ったりすることができるそうなんですが、うん、こういった感覚ってレオン師匠お持ちでしょうかという質問です。おこれ結構昔からあの、<laughs> 議論の的になってる話でもあるよね。そうですね。 うあれもうよく覚えてるのがね、まあ、15年ぐらい前なんだけどねエギングがバーッとブームになった頃だよねはいはいはいあのイカが後ろについたのが俺は分かるっていうのをこうブログにバーッと書く人がいてさお<ー>めちゃくちゃ攻撃されてたよねかわいそうにあそうなんですね <laughs> その人はね攻撃されたまあ書き方が強すぎたのか かもしんないけどね、はっきり文章覚えてないけど、まあ確かにその、なんだろうな、言い切ってたよね。あわかると。わかると。わ、うん、かるわけないやないかと。<laughs> いう人がいっぱいいたのよ。うん。で、レム師匠どう思いますかってことだよね。はい。あのさ、何から話そうかな。うん。結論的なことから言うよ。はい。 わかるって言ってる人は世の中にたくさんいるんだよね。うんうんうん。あの、ルアーマンに限らず。はいはいはい。例えばヘラスさんなんかが一番だよ。うん。ヘラスさんは、針、ヘラにつつかれてなくても、うん。浮きの微妙な動きで周りにヘラが詰まってきて、オっぽでこう水をかき混ぜてるのがわかる。うん。これ当たり前なんだよ。確かに。 海で、ルアハでっていうからそんなわけないじゃないかっていう人がたくさんいるんだけど、僕らみたいにそのヘラもマブナも全部やった人間から言わせるとね、あの真剣になって五感研ぎ澄ませて、たくさん経験してやってる人は、そのレベルまで分かる人は、ゴロゴロいます。うん、で、そばで見てたり聞いてたりしたら、もうものの見事。あわらもこうなってるから、もうあと3分、5分もすれ 多分食ってくるで、ほら来たろうがって、それを何十回も見せられたら、うんあの、分かってるんだなって、やっぱり、その方は。だからそれがそのルアーであっても、あのー、分かる人はたくさんいると思うよ。うん、で、今のご質問の方は、40メーター、80メーター投げるっつったよね。はい、遠距離で見えない状況ってことですね。80メーータ投げるってこと ってことは大抵メタルジグでしょ <laughs> うんうんうん。フラグでなかなか80メーターきついよね。そうですね。うん。ジグヘッドでも80メーターってきついよね。空気抵抗大きいからでメタルジグで80メーター飛ばす人って往々にして大体青物釣るよね。はいはいはい、そうですね。うん。多分そうだと思うよ。あの、根魚釣るのに80メーター飛ばす必要はあんまないからね。<laughs> う,んうんうんうん。磯行ってもね、起きいぼ行っても。 青物を狙う時じゃないかな80100飛ばすっていう必要性があるとなるとそうすると相手がでっかいよねそうですねそのジグをパンスパンスパンってやっ,とやってるとこに例えば平政がドワッと来たとするよねはい押されるって水流でジグドワって、うん、僕なんかはあんまりその一層で平政とかやってないけども、うん、僕のボートでマイボートで8090 なんていうブリはもう数えきれないぐらい釣ってる、うん。それを例えばメタル丸で釣ってるよね。うん、で、メタル丸キャストしてずーっと巻いてたら、当然メタル丸とメタル丸のブレードが使用感で来るから、一定の重さがあるわけよ。はい。それがふっとぬ抜けたような感じになるときがあるんだ。あれ軽くなったあれ軽くなったゴーンと来るからね。うんうんうん。 それが何なのかっていうことをはっきり言わないよ。でも明らかに。釣れた寸前にそういう変化があるっていうのもいっぱい経験してるんだよね。うん、ありますよ、ねう。うん。それぐらいその水の質量、質量っていうのは高い。うん、空気と違って。でもさ、例えばね。ふって吹いてごらん、耳を。<laughs> なるじゃん。はい。<laughs> これ空気ですらわかるんだよね。うん。 で、泳ぐときとか、お風呂に入ったとき考えて、お風呂に入って、俺たちおじさんは、足にいっぱい毛が生えてるじゃん。はい、海藻のように、わーっとゆらーっとなってるじゃない。で、あれを手で仰いでごらん。水流、水が動いたのを毛が捉えて、すぐ分かるよね。うんわって。あんな軽い動きですら感じるんだよね。うん うん、それをでっかい魚がうわっと来たごらんわかるよそりゃ敏感な人は、うん、と思ってる俺はねで、うん、それに近しいことは例えばそのメタルジグを3 0ートル沈めてガーッと巻いてきてふっと軽くなったおおって集中するよね,とるよね、うん、だからエギングの人で、うん、相当敏感で相当いい道具使ってらっしちゃったのかもしれないし五、うん、感が半端なく素晴らしい 人だったんだよね。うん、えぎ、をパンパンを貸して、そう、そうときに、ひよっとここまで来るよね。はい。これぐらい、まあ、開けて、寄らないやつ見るけど、寸前まで来るやついるじゃない。はい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 。あれぐらいの勢いで来たら、水を動いていからね。うん。うん、感じれても。全然僕は不思議じゃないと思うね。うん。うん、あと何があるかな。あとさ。 魚が来てなくてもルアーが軽くなったり重くなったりすることあるよね。ありますね。はい。潮目に入って、それが逆潮目だからグッと重たくなるよね。うん。そうすると大体ジギングやってるやつは、うん、おっ、いい潮入った、釣れるで、なるよね。なりますね。うん。これと釣れる寸前に何かしらの手応えを感じたときは違うんだよ。うん。はっきり。その 塩目に入った、重たくなった、これ絶対来るぜって神経集中してると、バイトじゃない、明らかにバイトじゃない、えー、なんつったらいいのバイトの前をなんとか言うよね。なんつったっけ前当たり的な <laughs> あ、それだ、前当たり。前当たりとしか表現のしようがない、何か違和感感じることってめちゃくちゃ釣りしてたらたくさんあるので。うん。あとね、僕がメバルでも相当感じたことあるよ。 おうん、本当に <laughs> あの。特にジェイドのサスペンドなんかわかりやすいんだよ。ああ、なるほど。距離近いじゃん。はいはいはい。堤防のシェードのところの明るい方へ投げて、影のすれすれまで寄せてきて、ポンポンポンってツイッチさせて、こう、水中で浮かず沈まずで止めてるやつへ、シーバスがふわっと来たら、もう手応えでわかるもん。うんは,はっきりわかるよ。うううんうん、うん <laughs> で、メバルがふっときてメバルってすごいよねあのバッと止まれるの知ってるああなるほどうん。メバルとかねカンパチもあれができるんだよねあと笛吹き系もやるよねはい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 。ビュッて止まれるやつうんうんうんマグロ無理だからね <laughs> そうですねマグロは無理ですねサバも無理だからねうん ドカーンって食ってて食いくんだよカツオも。でもメバルだのチーノだの何かまだいもこれできると思うよ、うんあの。見たことはないから断言までしないけどでも明らかにメバルなんかも僕は何回も目撃してるから昼,昼デイメバリングよくやるから日をパッと止まるもんはい、はい、あんだけやりゃ手応えくるって。うんうん <laughs> うん、だからそれも間違いないし、それが使ってるものがジグヘッドじゃ分かりにくいんだけど、プラグだと分かるんだよね。うん。動いてくれるから。うん。ああ、あと何があるかなちょっと俺文章が目の前にないか分かんないんだけど、その文章をもう一回パッと精査して、何か聞きたいことがあったら、足したいこと。僕はあの、一個、うん、 この質問で大事かなと思ったのが、この方が、あの、うん、気に入ってこう、使い倒したルアーで、を扱っているとそういうのが感じられるっていうことをおっしゃってて、ね、つまり、やっぱ自分にその、使ってるジグなりルアーの巻いた時の感覚っていうのが、やっぱかなり熟練されてて、染み付いてるっていうのも大きいのかなと思ったんですけど。めちゃくちゃ大事だと思うよ。うん。うん。あの、 ワームでもそうでさ、かつて僕らはミートネイルっていうワームとかね、ええ、スクリューテールグラブというワームを使ってアジメバル釣ってたわけさ。はい、ところがある日、ピアフィッシングのカタログで、あの、これくらいのちっちゃいサイズの,あのコオロギの形をしたワームを見つけたのよ。で、ピアさんにお願いして、 日本にはないっていうから北米から取り寄せてもらったんだよね、最初。おお<ー>、クリケットっていうんだけど。はい。ああ、あのー、コオロギだよね、クリケットだから。はい。でも、オカジャクリケットかもしれないけど、これ海持っていきゃ完全に船虫じゃねえかって,って <laughs> な,なるほど。ぺったんこで。これを最初にね、1グラムとかのジュベットさして、魚釣ったときのことを明確に覚えてるよ。おお<ー>。うん。あの、ソイとか、カサゴが。 食いいつく前のがかかる平べったうんうんうんでもこれをねスクリューテールグラブやミートネルじゃ分からなかったもん,うん、うん、だからその使い込んでるっていうことも非常に重要だけどそのルアーのフォルムにも相当水の動きに影響されやすいルアーほどそれは分かりやすいと思った方がいいねだからブレードジグなんてすっごい分かりやすいのよああ確かに ボーンッて後ろから突進されてビッと止まる、止まるような、こんなこの水圧をバッと下ったらね、ペラ止まるんだよ。ずーっとこうなってるペラがフワーってなるんだから。うんうん、それをね、敏感な釣り人か感じないわけないね。うんうん、だからそこはやっぱり道具にしっかりなじんでるということと、どんなルアーをどんな条件下で投げてるかで。 あの明確に変わるので、その辺も意識すると、ちょっと一歩、二歩、三歩、四歩、奥深い釣りが、ね、体感できるんじゃないかなと思いますね。確かに。やっぱその、まあ多分ルアーに限らず、多分竿とかもそうですよね。うん、あの自分の手に、完全に手になってるみたいなものとそういうのより感じやすいでしょうし。 もう手の延長になるレベルが達人って言われるからね。うん。うん。なんかそういう方なんだと思うんだよ、その質問者の方は。あそうですね。もう熟練の方なんだと思いますね。うん、俺、80メーター先で魚がついた観測って絶対俺分からんと思う。<laughs> <laughs> だって足元の堤防の釣りばっかりしてるから分かんない。<laughs> 食いついてくれないと分かんない、僕は。うんうん、でも、きっと分かるんだと思うよ。それ全然僕は疑わない。うん <laughs> 嘘とも思わない。<laughs> うん、はい、こんな感じで。ありがとうございます。あの、<laughs> 視聴者の方ので、あの、ぜひ、自分はなんかこういう時にこういうのが分かるとか、何かそういう感覚的な部分について、うん、エピソードとかコメントがあったら、ぜひ、下のコメント欄までお寄せいただけるとありがたいです、うん。正解が本当にどんな正解なのか、でなくてもよくないですか オカルトならオカルトでもよくない楽しいね <laughs> オカルトなんだけど、なんかこの人が言ってると、ちゃんと結果になってるよねって、おもしいじゃない。うん何でも科学的にね、ハンデを押したような、数学のような、ね、きっちり答えの出る世界だったら、僕、釣りをこんな長く続けてませんので、<laughs> そこを含めて、うんあの、楽しむという方向でね、そうですね。考えてください、うんはいは あの、今も言ったんですが、ぜひ皆さん、こちらへの動画のコメントと、あと、チャンネル登録、あと、動画へのグッドボタン、ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ、両師匠、今週もありがとうございました。はい。じゃあ、またね。よし。いいんじゃないかな。はい、これで、今週、来週、 再来週で10月終わりなんで、また10月末に取りましょうか、11月分。そうね。で、11月に入ったら、あれだよね、あの、メバルがいっぱい溜まってんだよね。ああ、そうですね。ちょっと、これは今度ベッド、あとあそのメバルのは多分人気なんで、これ、ね、なんかあのリグ用見せた方がいいなってやつとか、こう、事前にリストアップしといて、うん 準備期間を設けましょうかこれはだからアナウンスするときにそう言ってあわかりましたあの満を持してやるためにねた、うん、めたと、うん、だから説明用の小物なんかも十分手元に揃えて、うん、あのメバルファンの皆さんにお伝えし,したいということで、えー、と例えばメバルシーズン突入記念 えー、特別スペシャルで、1本で長いやつを。ああ、そうですね。ていか、なんか、うん、そしたら、あのまあ、頂い,いてる質問にそのまま答えるっていうより、何個かの質問集約しちゃって。そう,そう、そうそうしましょう。これはね、スペシャルバージョンでいいと思うんですよ。そうですね。じゃあ、ちょっと11月とかでそれを準備して取って、12月のもういよいよメバルだって時に。 その12月はそういうういの公開ししていきましょうか、うん、まあ12月は12月で、の他の年末スペシャルに見合うような内容をまた考えるんこれは雑誌社がみんなのメバルって一斉に11月から始めるので。そうか、じゃあ、月末でちょっと2個ぐらい長めのメバルのやつ、なんか。 打ちそうそうたいですね。2つ、二週連続でメバル特集で。そうですね、うん。そうしましょう。はい、そういうことで。了解です。これ、マジョーラだから、<お>あの、これ実は、肉眼で見るとグリーンなんだよね、綺麗な。へえそれ SLP のやつですかそう。の,<ー>あの、限定カラーなの。 はい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 カメラがこれちゃんといい色出してくんないねああ無理かあのこのボディカラーに近いんだよへえー、そんなマッチするやつがちょうど売ってるんです、ね、だから蛍光灯の色が多分グリーンを殺して赤だけを引っ張り出してる感じがするんでこれさはいなんかコルクなんだよえそうなんですかうんコルクに塗装してるのへえー、あー この,の塗装の質感がすっごい好きで、うん。ピタッと手に吸い付くんだけど、うん。ネチャネチャしないのよ。へえ<ー>。で、ってあの、なんか、ねちねちして出すじゃん。あの、普通の黒いゴムのやつですよね。<う>ああ、わかりますわかります。うん。これ、あれ嫌いなのよ <laughs>。うん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 。なんかべたっとするんですよね。そう。で、今回これ2、3、40個ぐらい仕入れたんだよね。あ、そうなんです。へだって、 IRCT に似合いすぎるぐらいにやってるんだよと。あと、コルクだと、その、なんて言うんだろう、ライトゲーム向きっていうか、リールが重くならないからいいですね。ところがね、あの EVA だかゴムだかの方が軽いのよ。<laughs> あ、そうなんだ。うん、でもそんなになんかめちゃくちゃ変わるわけじゃないですよね。1グラム重い。あまあまあまあ、そんぐらいなら。ほうほう、あそっちもそうしたんですね。<laughs> これもグリーンだから。 よく似合うんだこれが、えー、こ,れこれが一番似合うかもしれない <laughs> 確かにかっこいいという余談でした <laughs> いいですね